Google って有名な話ですけど食堂も無料なんですよ。嘘でしょ。食堂無料食べ放題、はい、週1回必ず握り寿司あったりとか、もう本当ホテルのビュッフェみたいな感じです。美味しいんですか？めっちゃ美味しいです。ああみんな食べてますね食堂で。まあ、有名な話に 20% ルールという風なものがあって、何ですかそれ。まず要は自分の業務時間の 20% の時間を、はい、まあ、好きなことに使っていいよ、新しいことをちょっとやってみましょうと。そのために今自分の仕事って一杯じゃなくて、ここをちょっと一部分ニューなチャレンジとか新しいことに対して課題を見つけていこう。まあ Google のためにこういろんな活動もしましたけど、結果的にやっぱり自分自身の活動にも何かしらこうコネクションとかっていうのができたっていうのは、まあ結果としては良かった。その 20% が後に役に立ったよってこと。役に立ったかなという部分はあったかな。はあ、だからなんで辞めたんですか？なんで？優秀すぎる。知られざる Google の世界ということでございまして、まあ、基本社風とか、さあこれは橋本さんからいきましょうか。 Google の世界というので一番やっぱり分かりやすいのはオフィスの話が有名かなと、うん、アメリカのオフィスとかになってると、まあ、それが一つのこう何ですかね、公園みたいな感じになっていて、開けた場所に存在していて、うん、オフィスからオフィスに移動するときも自転車を使っていくとか、専用のバスがあるとか、まあ、そういうふうな開かれたオフィス環境っていうのが本当にいろんな国にあるという感じだと思ってます。すごくこだわりがあるのが、半径60メートル以内に常にお菓子もしくはご飯があるようにするんだっていう、こう創業者の言葉が、まあ、あるみたいで、こう何メートルかっていうのはこう諸説あるんですけれども、ほうほう、まあ、要はマイクロキッチンっていう風な名前があるんですが、オフィスのこの仕事場の中でちょこちょこ、こうお菓子を取ったりとか、はい、飲み物があるこうスタンドみたいなのがいっぱいあるんですね。はい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 。でこれが、まあ、何であるのかっていうと、やっぱさっきお話ししたようにデータに結構基づいているっていうのもあるらしくて。そのデータなんですか？はい、やっぱりこの偶発的な出会い、たまたま会って話したみたいなところから、うん、やっぱ新しい考えとか自分が今抱えてる問題があった時にこう話したら、あ、そういえばこうすればいいのかっていう着想が生まれたりとかっていうので、やっぱりいろんな人とこうコミュニケーションを取る場所っていうのをやっぱりこう作っていきましょうというのがあります。なので機械的にこう作られていってるよりはやっぱりここにあった方がいいよねとかいうふうなこう計算されていろんなお菓子を食べる場所があるとなるほど。ただ部屋に閉じこもって部署同士のメンバーだったら出ないアイデアも、ちょこっとしたお菓子取りに行った時に話した時にあっていうのがある可能性が高いよってことですね。はあ、偶然っていうのがありましたね。面白いですね。これいいことばっかりでもなくて、はい、Google って有名な話ですけど食堂も無料なんですよ。嘘でしょ。食堂無料食べ放題、はい、でお菓子とか飲み物ジュースとかももういつでも取り放題であるので、はい、まあ、端的に言うとバチクソ太りましたね。あーなるほど。美味しいんですか？めっちゃ美味しいです。なんか無料でと食べ放題みたいになったらそうでもないかなと思うんですけども、美味しくなかったら多分みんないい給料ももらってるんで外行って食べるじゃないですか。みんな食べてますね食堂で。どういったメニューがあるんですか？それこそ週1回必ず握り寿司あったりとか、もう本当ホテルのビュッフェみたいな感じです。麺類コーナーあって、あったかいおかずがあってサラダがあって、もうすごい全部新鮮で、お客さんも確かなんかアポイントがあったら食べますよね。確かにですね、はい、だからもう一時期言えば六本木ヒルズに会った時はみんな要するに Google の社員の人に誘ってもらって食堂行ったよってみんなもう行くのがもうちょっと流行りというか、なるほど。でそう言って行きたくなるじゃないですか、はい、そうすると商談とかも、ね、決まりやすくなって、まあ、うまいですよ、ね、うまいですね、うん、オフィスもなんか、結構報道されたりとか有名なんで、うん、じゃあちょっと一回うちのオフィス来てみますって言ったらお客さんの方からこっち来てくれるんで、まあ、行かなくていいから楽ですし、うわうまいっすね。だからちょっとユニークな、うん、特殊な、そうなんですよ。あれなんですよ、バッジがあると世界中にオフィスがあるのでそこに入ることもできるんですね、うんうん、で、まあ、一応申請とかをするとそこのレストランにもゲストを呼んで行ったりもできるんですよ。私当時いた彼女を、はい、日本のオフィスで一緒にランチをしたこともありますし、はい、その彼女がタイに駐在していた時は、はい、Google のタイのオフィスで一緒にランチをしたというのがあって、結果その彼女が今私の妻になっているという。いやそんな慣れ初めがないです。Google のおかげで愛を育みました。いらないですよ別に。全部お世話になりました。ただちょっと違う面もあって、うん、僕が面白いなと思ったのが、セキュリティすごい厳しいんですよね。バッジがないと開かないドアがそこら中にあってですね、そうするとですね、社外の人を招いてこうイベントを開くとか、僕そういうオーガナイズもやってたんですけど、その時結構大変なんですよね、うん、その全員にそれを発行するわけにはいかないから、こういちいち誰か案内につかないといけないとかがあるんですけど、ただそれもできちゃうって、なぜならそういうふうな専門のチームもいるからって、
やっぱそこがすごいなと思います。だからイベントオーガナイズをするときにそれをサポートしてくれるチームの方々がいて、でその人たちがあじゃあイベントするんだったら私たちがここの受付の案内とかをやりますよっていうその方々もいて、こんなに普通セキュリティ厳しくしたらこうイベントとか開けないってなっちゃうんですけど、セキュリティは厳しくしつつかつイベントも開けるみたいな、まあ、あれは本当すごいなと思いました。そのバランスがちゃんと取れてて、はい、まあ、あとそうやってこうイベントとか中身に集中するために他のことはやってくれるってことですよね、うん、あもう本当そうですね。だからまあそれはもう至れり尽くせりってことです、ね、やっぱいろんなチームがあるんですね。本当にあるんでしょうね。はで、あの橋本さん、その Google の働き方ってなんか謎のルールがあるって聞いたんですよ。 20% ルールみたいな。あそうですね、まあ、有名な話に 20% ルールというふうなものがあって、何ですかそれ。まず要は自分の業務時間の 20% の時間を、はい、まあ、好きなことに使っていいよっていうような仕組みというのがあるんですが、はいはいはい、まあ、実際それはまあ、いろんなチームによってやっぱそれもまた別だなという話で、実際にはどっかのチームは 120% になっていると 100% 仕事はするんだけどプラスで 20% 何か新しいことをやっている、なるほどなるほど、中に入るんじゃなくてプラスされてるみたいな話もあるんですが、まあただこう概念としては新しいことをちょっとやってみましょうと、そのために今自分の仕事って一杯じゃなくてここをちょっと一部分ニューなチャレンジとか新しいことに対して課題を見つけていこうというような、なんかそのスローガンみたいなことがあるかなと思ってます、うん、で私も実際その業務時間 100% プラスちょっと使ったっていうイメージではあるんですが、それ残業じゃないですかそれはいわゆるちょ効率的にしてとで実際にあの社内の中で Google に中途で入ってきた起業家の方がいらっしゃったので、はあ、まあ、その方にちょっとこうランチ一緒にしましょうよっていうふうにお願いをして、はあ、こうお話をしていると、じゃあいろんなこう起業家の方とかを Google に呼んでみてこう講演会みたいのをしようみたいな、はあ、こうプロジェクトっていうのがこうできるようになったんですね。で私は別にこうあの知り合いとかいるわけじゃないので、まあ、いろんなこうオーガナイズをするっていう立場でしたけど、その方がいろんなこう方を呼んできていただいて Google に対して企業家ってこんな働き方をしてるんだとか、 Google はこういうふうに助けることができるよねっていうような新しいこの試みっていうのをできるようになったと。それがまあその時も楽しかったんですが、結果私あの Google を辞めて自分のスタートアップを創業してますが、その時に知り合いになった方からその資金を調達したりとかするっていうこともできて、まあ、Google のためにこういろんな活動もしましたけど、結果的にやっぱり自分自身の活動にも何かしらこうコネクションとか、っていうのができたっていうのは、まあ、結果としては良かった。その 20% が後に役に立ったよってこと、役に立ったかなという部分はあったかなと思います。なんですね。続いてのテーマは元 Google が明かす成功へのノウハウということでございまして、さあ古田さん、これ Google から学んだことなど、よくその Google を辞めてまた成功されてる方ってたくさんいらっしゃいますけど、うん、なんかその Google で成功のノウハウを学んだというよりかは、やっぱりもともとやっぱ優秀な方多いなと思うんですよね。優秀でこうやる気に満ちていて、はいはい、こんなに恵まれたその組織にいるのにわざわざ辞めるわけですよ。確かにおかしいですよね収入だって高いわけじゃないと。でもそこをあえて辞めてそのまた違う挑戦がしたいって出ていく人たちなので、まあ、そうするとやっぱりモチベーションもむちゃくちゃ高いし、うん、まあ、そういうところが僕実はなんか成功のノウハウがあるっていうよりかはそういう部分なんじゃないのかなっていう気がします、うん、別になんかこうやれって言われてやってるわけじゃみんなないんですよね、はい、会社の成り立ちからずっとあの天才がこんな面白いこと大きいことやろうぜって言って集まって、でその人たちがやりたいことをずっとやってるっていう感じなんですよね。なるほどなるほど。で天才を雇ってしたらあのそういう人たちはなんていうんですかね、ここ行こうよみたいな高い目標だけ掲げておけば勝手に頑張る。管理職の仕事はその人たちが頑張るのを邪魔しないことなんですよ。ほう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 。だからあの例えばあのランチするのに外出かけるとかって時間かかるじゃないですか、はい、それだったらもう中に食堂作っちゃえば移動時間なくなるし、みんなハッピーで働くし、でハッピーだったら長く会社に いるとか、あの辞めずにずっと働くとかも苦じゃないしっていうので、仕事できる人たちがやりたいことをでかいことを実現するために邪魔になることをひたすら取り除くっていうのをやった結果が今の Google みたいな。なるほど。なのでやれって言われなくても基本みんなやりたくてやってるし、大きいことを実現するためにこうみんなお互いに協力し合うしみたいな。だからちょっとその天才集団、天才を集めてきたっていうなんかアスリートに近い、めっちゃそれ近いかもしれないですよね。スポーツチームに結構僕近いなって思っていて、はい、あのサッカーのチームでもよくあのフィールドに出たら、はい、もうなんかさん付けとかいらないよとか、はい、でバチバチに言い合うけどフィールドの外出たら仲良しみたいなあるじゃないですか、はい、ああいうなんか結構プロ組織みたいなのにイメージ近い。なるほど。でもそれはチームを勝たせるとか優勝させるみたいな大きい目標があるからみんな一丸
んとなろうねみたいな。だ管理職はもうそれだけやればいいよ、はい、っていうことをですですやるんですね。スポーツ選手、プロスポーツチームでもなんかこう、はい、用具係とか、はいはい、マッサージ師とか、はいはい、ああいう人いると思うんですけど、はいはい、まあ、それも全部そのアスリートが一番いい結果出すために集中するためにね、はい、強い強豪校とか全部やってくれる人いるじゃないですか、ね、はいはい、いますいます、まあ、そういうことですよ、はい、とはいえだからなんで辞めたんですかなんで優秀すぎると辞めるんだね、やっぱ、まあ、2つあるんですけど、大きくは1つは、まあ、自分でもやっぱり Google のような素晴らしい会社とか、まあ、良い製品とかを、まあ、生み出してみたいなっていう、こう、まあ、ある種の欲というか、やってみたいっていう気持ちが一つですね、うん、でもう一つは逆にこの環境、まあ、さっき天国みたいっていうおっしゃいましたけど、ここにいたらまずいかもしれないっていう、なるほど、ある種のちょっとこう、まあ、恐怖というかプレッシャーみたいなのもあって、まあ、本当に Google 素晴らしいものがあって、素晴らしい人たちがいて、でそんなにものすごくきつくも言ってこないと、ナイスだねとかグッドだねとか言ってくれると、だから勘違いしてじゃないかと、自分が、なるほど、自分が、はい、なのでやっぱり自分の力でやっぱり何かをやっていくってことをすると、やっぱそこってもしかしたら、あ、現実はこうなんだとか、うん、思っちゃうのかなと思って、やっぱちょっとこう出たというところは優秀ですね。僕はやっぱ年重ねて20年ぐらいなんですよ、芸歴。やっぱ番組で今日最高でしたねとか言われて気持ちよく帰ってますもん素晴らしかったですよ今日、吉村さんって、ああそうかって、オンエアでも全然使われてないですよダメだったんじゃねえかよと思いながら、そこに甘えちゃいけないんだ、うん、はい。辞めたきっかけは Google がビッグウェーブに乗らなかったかなということでございまして、坂本さんよく見つけてきましたね。これは結構なこと言ってますよどんな波待ってたんだよって話ですけど、この Google がこれどういうことですか。そうですね、はい、まず Google で何か新しいことをやろうっていうのは、はいはい、まあ、いろんな人がこういうことを やりましょう、はい、やりましょうって言うじゃないですか、 Google、はいはい、なんですけど、会社にとって一番大事なことから優先度、これやろうって決まっていくんですよね、はい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 、で、僕がその当時やってたスマホアプリの広告っていうのの中で、